母方の祖母が信心深い人だった。幼い頃、群馬の母方の家に行くと、よく子供だった私の手を引いて、山裾の神社へ連れて行った。群馬は視界に山が入らないところがない。母方の家はすぐ裏がもう山だった。近隣の墓はほとんど山中にあって、蜘蛛の巣みたいに細かな道が入り組んでいる。こんぴら様と祖母が呼んでいた神社というのは、丸太の鳥居、破れた障子、抜けた濡れ縁、管理されているとはとても言えないありさまだった。でも祖母は何度となく私をそこに連れて行った。細い山道を私はついて行った。祖母は神社をすごくありがたがっていた。7歳か8歳くらいの頃だったと思う。今日は特別。そう言って祖母は荒れ神社の裏手に私を連れて行った。初めて見る神社の裏は昼なのに暗い、夕暮れのようだった。そしてそこには人一人がようやく通れそうなくらいの、すごく細い道が続いていた。道を登り、下り、結構進んだ先は開けた場所だった。明るくて不思議な場所だった。ローマのコロッセウムを半分にしたような大掛かりなひな壇のような石積み。壇には小さな位牌のようなものがたくさん並んで、短冊のついた笹、折り紙の飾り、仏花で彩られ、そよぐ風で風車が回転していた。私は嬉しくなった。手を合わせようとすると、祖母が私を叱った。ここは強い神様がいる。だからお願い事をしちゃいけない。きっとそれは叶うけど、ここの神様は見返りを要求する神様だから。そう言った。その場所にはその後もう一回だけ連れて行ってもらえた。やはり変わらず鮮やかに飾られたとても綺麗な場所だった。私が中学校に上がってすぐ祖母が亡くなった。事故だった。とても悲しかったが突然だったので実感が持てなかった。さらに時は過ぎて私も大きくなり、母から漏れる情報から母の実家の状況が分かってきた。祖母の死の前、母の兄は自動車整備の会社を辞めて独立していた。だが不況が重なって相当苦労していたらしかった。それを聞いて驚いた。叔父は高校に進んだ私に、誰にも言うなよ、とポンと10万円くれたこともある。事業だって順調そのものだった。母によると、祖母の死を前後して赤字続きだった叔父の工場はぐっと持ち直したんだそうだ。私は例の不思議な場所を思い出していた。もしかして祖母はあの場所でお願いしたんじゃないだろうか。私はどうなっても構いません。せがれの会社を救ってやってください。そんな感じで。きっとそうだと思った私は、もう何年も行ってないあの神社にもう一度行きたいと思うようになった。次に群馬に行くことになった時、一人で神社へ向かった。久々で少し迷ったが、どうにかあの神社にたどり着いた。でも
私の行きたい場所はここではない。あの場所だ。私は裏手に回った。あの日と同じように。だが、そこに道はなかった。あった形跡すらなかった。信じられなくて何度も神社の周りを回った。それでも道はなかった。信じられなかった私は、あの場所の様子を母や叔父、祖父、叔父の子供たちに聞きまくった。でも答えは同じ。そんな場所を知らない。私は怖くなった。すごくすごく怖くなった。それ以来、神社はおろか、裏の山自体にも近寄らなくなった。いや、それどころではない。あらゆる山道に恐怖を覚えるようになった。あの場所が、あの群馬の山中のどこかにだけあるとは思えなくなっていた。いつかどこかで突然あの場所に行ってしまうような気がするのだ。あの頃は自分の命を引き換えにしなければならないなら、どんな願いも叶わなくていいと思った。でも、今は必ずしもそうではない。もしそんな切羽詰まった時、またあの場所に行ったなら、そう考えると恐ろしいのです。僕がまだ中学3年の時の話。地元兵庫県のとある神社でのこと。そこで仲のいい友達6人で肝試しをすることになって、3対3人分かれて中へ入ることにした。普通は1人ずつ入るのでしょうが、6人ともどうしようもなく怖がりだった。僕を含む3人が外に残って待機兼見張りを兼ね、残りの3人が先発隊として中へ入っていきました。当時はまだ携帯電話はそこまで普及してなくて、代わりに PHS が流行っていました。この6人の中で持っているのは僕と先発隊のメンバーの1人だけ。何かあったら連絡を取り合うということに決まって、肝試しは始まりました。5分ほど経って、早速着信。電話口からは3人の楽しそうな笑い声。怖いので、無理やり明るく振る舞っているんだろう。妙にテンションが高い。状況報告やら、夜の神社はやっぱり違う。などなど、どうでもいい会話が続きました。しかし、10分ほど話していたとき、電話口から奇妙な一言が聞こえてきました。お、隠し通路発見。僕は子供の頃からこの神社が遊び場のようなものだったので、今彼らがどこにいるのか、手に取るようにわかるのですが、そんなところに通路なんかなかったはず。その後も状況報告が続きましたが、彼らが今どこにいるのか全くわからなくなりました。覚えているのは、狛犬が3匹いるとか、砂利敷きの道が終わって土の道に変わったなど、意味不明なものばかり。そうこうしているうち、電波がなくなりかけたみたいで、一旦切ることになりました。その後、なぜか電話はかかってこず、待てど暮らせど3人は出てきません。1時間経っても出てこないので、さすがに焦りを感じた待機部隊は、
中の三人を探しに行こうか考えましたが、この三人も臆病。悩んだ挙句、きっと神主さんに見つかって怒られてるんじゃない?と無理やり話をまとめ、中の三人を見捨てて逃げるように帰りました。次の日、三人は無事帰ってきただろうか?中で一体何があったのか?そんなことを問い詰めようと三人に近寄ると、なぜか三人ともすごく怒っている。先に帰ってしまったことで怒っているんだろう。そう思いながら三人の事情を聞くと、三人はこう言いました。俺たちは中に入って20分もしないうちに外へ出て行った。外に出たけど、お前ら待機部隊がどこにもいなかった。お前らに何度も電話したけどずっと通話中だった。俺たちが怖い思いをしている中、一体お前らはどこで何をしていたんだ?とこうである。彼らが嘘をつくはずはないし、ついているようにも見えない。第一、それに加えて本気で怒っている。こっちの事情を話したが、向こうは全然信じてくれない。しかし、嘘をついていないのは僕たちも同じ。長い時間説明して、やっとのことで信じてもらえた。しかし、全くわからないのはあの電話。お互い嘘をついていないのなら、あの電話の主は誰だったのか。一体何の目的があったのか。ちなみにその神社は変わった作りをしていて、人が自由に歩けるのは神社の総面積のたった5割弱であり、その他は林とも森とも言い難い広大な空間が広がっている。その森に何があるのかは神社の人間しかわからない。森の周囲は頑丈な塀で囲ってある。僕が思うのは、彼らはそこへ行ってしまったのかもしれない。可能性としてはそれしか考えられない。しかしそれだと三人の話と全く食い違う。また後日、電話で聞いたその隠し通路というものを六人で探したが、そんなものはやはり見つからなかった。全くわけがわからない。この話と関係ないかもしれないが、後日おばあちゃんに聞いた話では、同じ肝試しでもお墓と神社では全く違うとのこと。夜のお墓というのは幽霊が落ち着き休まる場所であって、よっぽど不謹慎なことでもしない限り何も起こらないのだそうだ。だが、夜の神社だけはやめておきなさい。神社はお墓と違って神様が集まるところなんだよ。と、そういう話である。僕たちは神社の神様の怒りを買ってしまったのかもしれない。現在、六人の間にまだ何のたたりも不幸なことも起こってない。うち一人は東京へ行って最近は連絡を取ってないが、僕を含む残り五人は今でも地元に住んでいる。しかし、あの夜の神社での出来事は未だ謎のまま。今から7年前。中学3年の時起こった怖いというよりも不思議な話でした。5歳になる娘と散歩で立ち寄った神社でおみくじを引き、
3回連続で今日が出た。こんなこともあるのかと驚きながら家に帰ると、嫁がいぶかしげな顔で言った。それ、どうしたの？見ると、娘がいつも抱いていた犬のぬいぐるみがなくなっていて、代わりに神社にあった小さな置物の狛犬を抱いている。娘に聞くと、神社にいた時、宮司姿の男が現れて、いきなり娘の腕をつかみ、どこかへ連れて行こうとしたらしい。その時抱いていた犬のぬいぐるみが男に噛みついて、そのまま男と一緒に消えてしまったという。もちろん私はそんな男には出会ってないし、神社では娘とずっと一緒にいたはず。すぐ神社に問い合わせたが、娘が見たような宮司は存在しなかった。翌日、狛犬の置物を神社へ返しに行った際、待っていた神主さんが妙なことを言った。この狛犬は持っていてください。あと2回、必ず娘さんを守ります。あと2回とは何のことか、誰が娘を狙っているのか尋ねると、娘さんは、神の備えとして選ばれました。あなたがくじを引いた数だけ災いが起こります。それだけ言うと神主は押し黙ってしまい、あとは何を聞いても答えてくれなかった。その日の夜、1回目の異変が起きた。自宅の仏間で人の声が聞こえるので見に行くと、5年前亡くなった母が鎮座してお経を唱えていた。母は娘を連れに来たという。私がそれだけはやめてくれと頼むと、母は生前見せたこともないような狂った顔で、やかましいと言って立ち上がり、娘のところへ行こうとした。その時、地響きのようなうなり声が聞こえたかと思うと、巨大な白い犬が現れ、母の体をくわえて仏壇の中へと消えた。私が急いで娘のところへ行くと、娘は眠っていたが、枕元に置いていた狛犬は亡くなっていた。神主は、狛犬が2回娘を守ると言ったはずだが、狛犬はもうない。私が翌朝神社へ行ってそのことを話すと、神主がこう言った。狛犬は2体1対です。もう1体別の体をなして娘さんのそばにあると思います。私は、娘の周辺にあるそれらしきものを探してみたが、なかなか見つからなかった。2回目の異変は次の日の昼頃だった。私が仕事で出かけている間、誰かが玄関のチャイムを鳴らしたそうだ。嫁が出ると、身長2メートルを超えるかという大きな犬のぬいぐるみが、玄関先に立っていた。あたりには生臭い一臭がして、よく見るとそれは娘がいつも抱いていたあの犬のぬいぐるみにそっくりだった。嫁は驚いてドアを閉めようとしたが、すさまじい力で跳ね返され、ぬいぐるみは家の中に上がり込んで、台所にいた娘の手を引き、どこかへ連れ去ろうとした。すると、なぜか仕事に行ってたはずの私が四つん這いで走ってきて、ぬいぐるみに突進し、歯でぬいぐるみをバラバラに噛みちぎったのだという。当然私はその時の記憶など全くない。
異変はそれ以降起きないが、私は神社に行っても怖くておみくじを引けなくなってしまった。